じゃあ川野選手です。練習お疲れ様です。お疲れです。どうでした？今日の練習もなかなか細かい指示が飛んでましたけど、今日はまあちょっと頭を、体っていうより頭の中を整理して、まあリラックスしながら、まあ頭を使って、まあやりましたね。今日10日目で結構ハードだって聞いてますけど、どうですかコンディションは今？コンディションはやっぱ疲れてますけど、はいはい、まあ今日久しぶりに落としたんで、ね、あと3試合か、頑張ります。なんか今回のキャンプ、まあ、試合すごい多いですけど、川野選手自身としては何かテーマとか持って臨んでるんですか？まあやっぱ覚えなきゃいけないこととかがたくさんあるんで、そこをやっぱ、まあ、新加入の選手も含めて合わせていかなきゃいけないところだし、やっぱできてたことができなくなってたりしてるんで、そこをまあ試合しながら、ね、やっていってます。新加入の選手入って今年のヴェルディの雰囲気どうですか？いや雰囲気はすごいいいですよ、やっぱ監督とかもいい雰囲気にしてくれるし、かなりいい感じですけど、まあ、みんな体が来てるみたいで。じゃあ最後に、面白いサッカーできそうですか？期待していいですか？期待していいんじゃないですか。もう、やっぱ練習やっててもそうだし、うまくいってる時とかは結構いい感じにボールも回ってるんで、まあ自分たちも、まあ、これで体がある程度できたんで、ここから楽しみだなって思ってやってるんで、期待していいと思います。今季の川野選手にも期待していいですか？期待してください、はい、お疲れ様でした。お疲れ様のところすいません。お疲れ様です。